海猫のくコく頃にエピソード4アライアンス・オブ・ザ・ゴールデン・ウィッチは同人サークルであるレイ・セブンス・エクスパンションが制作している同人ゲーム海猫のくコく頃にのシリーズ第4作である。2008年12月29日のコミックマーケット75において発表され、販売開始された。タイトルは海猫のくコく頃にと名を赤文字で表記する。 本作はレイセブンスエクスパンションの導人ゲームでは、初のトールケース仕様となっており、パッケージイラストも、隆起司令7ではなく、肖像画デザインを担当したコークサ店人によって描かれている。このことについて、隆起司令7は、出題編完結を機に新しく、ここから購入するユーザーが、それなりにいるだろうことから、これ一本さえ買えば、 出題編は全部プレイできることを分かりやすくするために、今までとパッケージの体裁を変えたと述べている。海猫の亡く頃に、で、作者が問題編として設定している部分の最後を飾る、ストーリーとして発表された作品。それまでとは違う視点を提供しており、六件、島事件の12年後に生きる18歳の縁故とぶきが、主人公とも言える活躍をするのが、最大の特徴である。 序盤は事件から十二年後の縁ト武器の境遇と、エワシボ後の縁ト武器の事件解明への行動について描かれる。中盤では、マリアの過去の物語が描かれ、六軒島の事件を中心に描いていた今までの物語とは、趣の異なる一編となっている。百九十八年、右大宮家の全財産を引き継いだ十八歳の少女、右大コトブキは、 ビルの屋上から飛び降りながらも無傷で生還するという神秘体験をきっかけに12年前の六軒、島事件の真相を探る旅に出た。しかしその旅の果てには縁故飛武器の財産を狙っている母方の実家、すま事件の魔の手が待ち構えていた。1986年、六軒島を舞台に第4のゲームが始まる。しかし、前回から続く。 イクサニンとベアトリーチェとの推理対決に新たなプレイヤーが参戦してきた。グレーテルと名乗る謎の少女である。彼女は12年後の右大群縁故と武器が魔女となった姿であった。1998年と1986年の二つの物語は並行して進められ、時には混じり合う。そして二つの物語は意外な結末へと加速することになる。 本作の殺人事件は人間には到底行えないであろう。殺人が多々ある。それを魔女の仕業なのか人間の仕業なのかを見極めるのが本作の大きな分岐点となる。また、死体の多くは非分に見立てられて殺されており、殺人が行われた場所には魔法人や魔女からの手紙が残されている。これらの小道具の存在が魔女ベアトリーチェが魔法によって 殺人を犯したという印象を登場人物たちに与えている。海猫級小賀庭園洋館級小賀庭園洋館級岩崎庭園洋館スクエア。エニックスのウェブコミック配信サイトガンガンをオンラインにおいて2009年10月1日から2012年2月2日まで連載された。 作画、総一郎 ISBN978 から4から757528567、2010年4月22日、初版発行 ISBN978 から4、から757529762、2010年8月21日、初版発行 ISBN978 から4、から757531017、2010年12月22日、 初版発行 ISBN978 から4から7575320692011年4月22日初版発行 ISBN978 から4から7575333702011年8月22日初版発行 ISBN978 から4から7575355582012年4月21日初版発行 海猫の泣く頃に、第19から26話ちょ、竜騎士0 7イラスト、ともひこ団ボックス。ありがとうございます。